中国以外で最も感染確認数が多くなっているイタリアでは、3月9日、イタリア全土の刑務所で暴動が起きたことが報じられています。これは、新型ウイルスの感染防止と隔離措置のため、イタリア北部の刑務所で面会の制限を行うことになったことに対しての反発で、最初はイタリア北部の刑務所で始まった暴動は、イタリア全土の刑務所に広がったとのことです。この暴動で、7名が死亡したとのことです。そのイタリアですが、感染者は、9172人に急激に増加しており、死者も463人と増え続けています。感染拡大が収まらず、ついにイタリア政府は、イタリア全土を封鎖すると発表しました。人口6000万人のイタリアのすべての人たちに、基本的に自宅に留まるように通告したようです。イタリアでのこの中国式封鎖対策が機能するのかどうかは、1週間ほど経つと分かってくるのではないかと思われます。ヨーロッパでは、フランス、スペイン、ドイツの感染確認数も1000を超え、急激に増加しています。これまでの経緯では、感染者数が1000を超えると、そこから指数関数的に感染者が増加する傾向がありますが、ヨーロッパ全体がどうなるのかは分かりません。フランスにおいては、フランスの文化相、フランク・リーステール氏が新型コロナウイルスに感染したことが明らかにされています。アメリカも感染確認が500人を超えていまして、急激に増加しています。これらのことを受けて、3月9日のアメリカの株式市場は大荒れで、下げ幅として、1日の下げとしては過去最大となる、2013ドルの下落となりました。韓国での感染増加は、ある程度沈静化していますが、首都ソウルで集団感染が確認されたことが報じられています。各国が様々な対策を行っているようですが、混乱は拡大しています。